では今日の企画見ていきましょう。じゃーん、メゾロ運動会。やっぱりスポーツの秋なんで運動会やりたいよね。せっかくスタジオも新しくなったしさ、運動会しようよっていう、そんな企画です。スタジオ新しくなったの関係ないから、別に運動会するために新しくしたわけじゃないからね。まあでも広くなったんですよ、今までのスタジオに比べて。一気に広くなったっていうのもあるので、運動会しやすくはなってるんですよ。今日ね、みんなで楽しく、みんなで、あれ、ウェザロイド、え、このクラスにはウェザロ以外にもいるの？え、うちのクラスって誰？あれ、だって運動会ってさ、みんなでやるもんじゃないの？なんか対決してさ、あれ今日誰も来ないの？え、一人？え、何それ、運動会なのそれって？え、なんか運動会したいって言ってるキャスター他にいたよ結構ね。え、呼べなかったの？さあではここからはですね、早速運動会やっていきたいと思います。では最初の種目は、じゃーん、徒競走。運動会といえば徒競走だよね。待って、なんでウェザロイドじゃないの？なんで、なんで山岸なの？え、なに、二人でやんの？え、一人じゃない、一人ですとか言われちゃうとちょっと問題あるんだよな。二人でやんの運動会？でもさ、ほらウェザーロイドちょっと走れないじゃん。わけあって、あ、二人で走れんじゃないの？え、二人で走れる？ちょっと二人出してみようよ。はい、徒競走担当でやってきました、マネージャーの山岸愛理です。さて、このなんかちょっと前に見ましたね。で、私が出てきちゃうと急にウェザーロイドちゃんが静かになっちゃうので、一緒に走りたいと思います。それではポンコちゃん、一緒に走りましょう。では位置について、あ、待ってください、いきますよ。やばい音した。怒られる、怒られる。ではいきますよ、ポンコちゃん走りますよ。位置について、じゃあクラウチングにしようかな。位置について、よーい、ね、パンとかないの？大丈夫？ねえ、大丈夫だった？エマさん、完全に出遅れたよね、スタートね。事故だ事故だって。大丈夫だった今？これはひどいって、これはひどいと神回っていうコメントがあるんだけど、どっちどっち？ってコメントが。なんか転んだぞ、だって大丈夫だったのこれ？何を見せられてるんだってコメント来てるんですけれども、それではお次の競技いきましょうか。お次の競技はこれです。じゃーん、玉入れ。あ、やった、今度はウェザーロイドだ。では、え、まだ玉入れなんてできんの？ではやりたいと思います。ちっちゃくない？あれ、何これ、テーブルの上にこんな風に乗る？ひどい神回だって。ひどいの神回なのどっち？ちっちゃ。では、これはですね、押すとこうポーンって中に入るんですよ。3つ入れたら OK です。いくよ、位置について、よーい、ドン。
がねすごい上手だった、ポン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 入って余裕じゃんとか思ったんだけど全然入んなくあーやばい、負ける負ける悔しい。ではお次行きましょう。しょぼかったね、楽しいんだけどね、これどこに売ってんのこれ初めて見たよ。次は何、次何、次の競技じゃん。パン食い競争、なんでよ、マギシャイリなの、ウェザーロイドもパン食べたいよ。まあでもバーチャルの体はパン食べるの難しいみたいなんで、マネージャーにパン食い競争を任せたいと思います。それではパン食い競争です。中身たっぷりホイップアンパンです。美味しそうです。あー、いい匂いする。では位置について用意、いただきます。うん、ふわふわ、クリームが入ってる。見てください、このクリームが、クリームとあんこが入ってる、おいしい。相性いいな、このクリームが入ってることで優しい甘さになって、おいしいです。ひどくない、ひどくない、これ、この競技パン食い競争知ってんのか、パン食い競争が何なのか知ってるのか、あと食べてないウェザーロイドもちょっともぐもぐした喋りになってるのはどうしてなの。何これ、またトレーナーさんに怒られ。ではひでえって、そうだよウェザーロイドさ、トレーナーさんに、トレーナーさんに怒られちゃうよ、これ見られてたらね。では行くよ、次の競技行きますよ。次はウェザーロイドができるといいな。だって今回パン食い競争で、徒競争をパン食い競争ときて、次なんだろうね、綱引き、あ、玉入れもやって綱引きとかさ、いろいろあるけど。では次の競技見ていきます。こちらです、じゃん、棒倒し。え、ウェザーロイドが棒倒しやっていいの。ではやりたいと思います。よーい、なんなのこれ、ちょっとやめてよ、刺し棒さ、お天気界の棒って言ったらもう刺し棒だけどさ、なにこれ、ひどくない、もうひどすぎるよね、こんな、こんな運動会ある。そう、この辺に宇野沢さんが解説使った後の棒持ってきてさ、それでは、何それって、ウェザーロイドが聞けたよ、何これ。では、次の競技をやりたいと思います。次の競技は何だろう、次の競技はこれです、じゃーん。え、応援合戦といえば、運動会といえば応援合戦だよね。え、もうこれ、だって目玉みたいなもんでしょ、応援合戦さ。ということで、え、ま、でも合戦でしょ、これ誰が、誰が応援してくれんの。では行きますよ、応援してもらいますよ、応援団はこの子です。頑張れ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 。待って、ゆかりんの無駄遣い。いやもう一番無駄遣い。いやもうさ、今までもゆかりんにずっと頼ってきたけどさ、こんなことのために、いやもう、よくお願いできたね、これ。なんて言ってオファーしたの、ありがとうね、ゆかりん、ごめんね、ありがとう、頑張れそうだよ。
よく頼めたねこれね。え、これ白井に頼ったなって感じだけど、今回はねもうマジで頼った、本当にありがとう。この頼り方はいかんと。これね、白井に頼るなって、もうゆかりにさあまりに頼りすぎてさ、頼りすぎた結果白井に頼るなっていう言葉が生まれてさ、ゆかりんさあの取材受けた時にその話してたよね。あのさ、なんかすごい素敵な記事の中でさ、この話出てきたのすごい笑っちゃったんですけど、ウェザーライド。あんまやめてね外で言うのね、うん、恥ずかしいからね、このね、なんか困った時なんかね。そうですね、困った時頼りになるのがゆかりんですからね、これからもどんどん頼っていこうと思います。ごめんねって、ごめんね。視聴者が謝るっていうね、本当に頼りになります。それではお次、次最後、最後なの、最後何、あ、待って、リリーじゃん、ウェザーロイドとあと山岸さんのリレー、できる？このレイヤーが違うアンドロイドと人間のリレーってできる？でも本当にどうやったらいいですか？じゃあまずウェザーロイドから。じゃあウェザーロイド位置について、よーい、ドン！リレーっていうか結構マラソンって感じなのに、この景色何、東横インがなんか、なんで駅のホーム走ってるの、なんこれさ、絶対線路走ってるでしょこれ、線路走ってるでしょこれ、折り返し、何折り返しって、なんでよ、どういうこれ、な絶対線路の上走ってこんなことしちゃいけないよ、良い子のみんながこんなとこ走っちゃいけないよ、ダメだよ、ダメだよ。ということで、さあいよいよ、いよいよメザーロイドはバトンを渡して、バトンを渡してゴールしたいと思います。このスタジオ大運動会最後締めくくるこの競技、さあウェザーロイドからマネージャーにバトンを渡したいと思います。やったー、ゴールしました。なにこれ、ね、ウェザーロイド、ね、バトン渡すシーンなかったよね。あとメザーライドレイヤーが違うから、初めてさこのバトンさ渡せるさシーンあったと思う。だってマネージャーさっきねバトンの練習してたんだよ、バトンの練習知ってる、あの陸上部ってさ一列に並んでさ、あの腕だけ振ってさバトン渡す練習、あの知ってる。あれやってたんだよさっき、こうやってね、こうやってね、え、こここそゆかりに頼むべきでしょう。ゆかりになってね陸上部だったわけですから、陸上部のバトンパス見たいでしょみんなね、運動会のやつ違うんだよ陸上部のやつはね。さあどうですか、どうでした、メザーロイド運動会どうでした、どう、楽しかった、みんなのコメント怖くて見られないよ。怒ってない、みんな怒ってない、あ、でも感動したってコメント一人だけいるな、一人だけ。どこで感動したの、感動のハードルが低すぎるでしょ、これで感動できた人ね。ありがとうございます。さあでは最初からって言われてますけれども、もうこう最初で最後です、はい、もうできない、うん。運動会とはっていう風に安定の企画力ってコメント来てますけれども、うん、大丈夫でしたこれね、はい、あ、素敵な回でした、だって声出してます。くだらなさが神。
よかった。褒めてくれている方もいてね、安心しました。第2回に来たい。運動会の認識が変わっちゃいました。そうだね。これが運動会だって思わないようにお気をつけくださいね、みんなね。うん。これは運動会ではありません、完全に。もう全く別競技になりますのでね。ということで、今日はね、もう、まあね、ゆっくりと後でね、アンパンでも食べながらゆっくりしたいと思います。切り抜きチャンネルをご視聴の皆さん、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ウェザーニュースアプリのダウンロードよろしくお願いします。ピヨピヨ。はい、OK です。あ、ね、こうでしょ、 YouTube ってこうでしょ、これが YouTube のやつでしょ。ダサってやめてくださいよ。